タイロン・エヴァンスはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州アクロン出身。モンスターターバーのリングネームで活動していることで知られる。2005年、プロレスリングエクスプレスで本名であるタイロン・エヴァンス、名義でプロレスラーとしてデビュー。同団体の数々の王座をダッシュする活躍を見せた。2006年と2007年に、 WWE のインディペンデントサーキットに参加し、合格。契約を勝ち取った。契約と同時に、最初の活動が、レッスルマニア24で、フロイド・メイウェザー・ジュニアのセコンドとして登場。その後参加団体の FCW でトレーニングを積み、2008年にデビュー。ターバーというボクサーギミックで強計を振るい、FCW フロリダタッグチーム王座。 FCW フロリダヘビー級王座に数度挑戦するもいずれも手が届かなかった。2010年 ECW が放送終了となり新設された番組である NXT のシーズン1にルーキーとして参加。カリートをプロとして迎え再開で終わった。その後シーズン1のルーキーで結成されたネクサスの一員として暴れ回る。ヘルインる翌日の RAW では ジョン・シナとタッグを組んで、マーク・ヘンリー、エヴァン・ボーンと対戦するが、シナが交代を拒否するなどして敗北。試合後に、シナの反撃にあったため離脱。12月に、FCW にて復帰。2011年1月21日のスマックダウンにて、セオドア・ロングが何者かに襲撃され、倒れていた現場にドルフ・ジグラーとビッキー・ゲレロと共に登場し、ロングの心配をしていた。 1>, 1月24日の RAW では、ダニエル・ブライアンをめぐって口論している、ベラツインズの横で、携帯電話を見ていたことなど、エキストラとしての出番が多かったが2月に、FCW に降格することとなった。復帰の機会を待って、トレーニングを続けていたが、6月にリリースとなった。WWE リリース後、リングネームを本名名名義にして、風に参戦。 デビュー戦後にリングネームを再びマイケルターバーに戻している。2011年は数回のスポット参戦しかしなかったが、2012年にはレギュラーに昇格。3月には空位になったフーブルーザー級王座をかけてエディトーラスと対戦して勝利し王座を獲得。2013年2月2日にフーヘビー級王座を獲得。 同月9日に風ヘビー級王座発防衛戦として、トレント・バレッタと、元 WWE 所属レスラー同士の試合を行い勝利した。2014年2月9日、新日本プロレスの PPV、ザニュービギニングイン広島にて、同じく NWA 加盟団体で活動している、ビッグダディアム・ヤムと共に参戦。天山広吉とのシングルマッチを行い、 試合途中に天山の額から流血するというアクシデントに見舞われたがターバーはこの傷に噛みつくラフな構成に転じ、最後はマウンテンボムを狙った天山に対してカウンターの1.9を食らわせて勝利した。小島里と VS ヤムヤムとの試合後には乱入して、小島を襲撃するも小島を助けに駆けつけた天山によりリングから追い出されてしまった。月日。 ザニュービギニングに大阪にて、ヤムヤムとタッグを組んで、天虎児と NWA 世界タッグ王座時期挑戦者、決定タッグマッチを行い、前線するも最後に、天山のアナコンダバスターから、アナコンダバイスへと繋がれてタップし、リベンジを許してしまった。2月21日、フーにて、ー・ヘビー級王者であるマットモーガンに挑戦して、勝利し、二度目の王座を体感をした。 9月5日、フィップにて行われた、フィップトリオーザ争奪トーナメントに、メイソン・ライアンショーン・リッカーと組んで出場するが準決勝にて、ドス・ベンデホスリンス・ドラドと対戦して、敗戦となった。2015年に1月9日、フィップにて、マーティン・ストーンと MSL ユニバースなる、タッグチームを結成し、ジェネレーション・ジェネシスと対戦して勝利。三月十四日、RPW にて、 リングネームをモンスターターバーへと変更。エディ・グレーブスと対戦して、キルショットを決め勝利した。ありがとうございます。